らんまん、朝ドラ NHK 第108回あらすじ、台湾の危険。万太郎はしぶしぶその命令を受け入れ、対処法を考えた。総括と感想。帝国大学植物学教室にて、博物館の里中先生や実業家岩崎からの推薦を受け、台湾へ学術研究員として向かうことになった万太郎。陸軍大佐恩田からは護衛用のピストルを購入するよう命じられますが、万太郎は受け入れられません。そんな中で徳永教授は帝国大学の者として命を受けていることを肝に銘じるようにと万太郎に釘を刺すのでした。実徳長屋にて台湾出張を命じられたことを末子に明かした万太郎。末子は恩田の命令に従いたくない万太郎の気持ちを察し、対策を考え始めるのでした。そしていよいよ台湾へ旅立つ日を迎えた万太郎。末子や子供たちとのしばしの別れを惜しみます。すると末子はお守り代わりにと日本植物志図譜を持たせ、万太郎を送り出すのでした。すると末子はお守り代わりにと日本植物志図譜を持たせ、万太郎を送り出すのでした。万太郎くんが台湾に出張する年は、モデルの牧野博士の史実から1896年頃、34歳と思われます。この年は台湾が日本の統治下に置かれて2年目あたりで、まだ現地は混乱の中にあった可能性が高そうです。陸軍大佐恩田さんが銃の携行を命じたのにも歴史的な背景を考えると納得できますね。しかし万太郎くんといえば、尾花に会いに行くときは清掃していくほどの人物です。その性格を考えると、危ない武器を神聖な場所に持って行きたくないと思うのが自然だと思います。その上購入を命じられているため、自費で用意する必要があったのでしょう。その性格を考えると、危ない武器を神聖な場所に持って行きたくないと思うのが自然だと思います。その上購入を命じられているため、自費で用意する必要があったのでしょう。自分は嫌だけど命令だから従わなければならないと悲しい顔をするのかもしれません。そういえばこれまでの末子ちゃんは万太郎くんのリクエストにはすぐにノーと言わず、なんとかお金を工面してきましたよね。第103話で万太郎くんを高知旅行に行かせるため叔母美恵さんに頭を下げた姿も登場したばかりです。でも今回の末子ちゃんはあえて言われた通りにせず、代わりに図譜を持たせるのかもしれません。妻としては夫の安全のために銃を持たせたいと思うのが普通のような気もします。しかし末子ちゃんは自分の気持ちより万太郎くんの気持ちを優先して、それに応えてあげるのかもしれませんね。夫を思う優しいおひさえちゃんに注目です。以上、22週108話のネタバレあらすじ予告でした。